ライダーの役でオファーをいただいたので、まあ、即決しました。ウルトラマン変身してないですから、ね、悔しい思いを持っている。倉田さんの変身ポーズ素晴らしいので。僕ギャバンなんですよ、乗着。マーベル作品とか、まあ、悪役とは全く違う、可愛い。僕たまたまその今回のプロデューサーと別の作品をやっている時に、僕がまあライダーを最近の見ていてとても面白いっていう話をしてて、いややりたい、ライダーに出たいっていう話をしていて、でプロデューサーはその話をあれこの人言ってないのになっていう、別に僕にオファーするってことじゃなくて、そのライダーの企画が生まれ始めている時だったらしくて、あライダーに興味があるんだってことはその時点で多分知ってたと。しかもライダーの役でオファーをいただいたので、まあ、即決しました。結構興奮して、なんか西島さんライダーやりたがってるらしいよみたいな。いやいやよかった、そんなことはないでしょみたいな。冗談ですよねみたいな感じだったんですけど、すぐに、打ち合わせをしましょうって言われて、あこれやっぱ本気なんだってなって、あれよあれよという感じで進んでったっていう。あんまり特撮だから構えるって感じは最初はなかったですね。ブラックも見直し、初代ライダー見たり V3 見たりしていく中で仮面ライダーやるんだっていうのを実感し、やりますって発表した瞬間から映画館とかでも声かけられるようになりましたからね。仮面ライダー楽しみにしてます、そんなこと今まで一回もないのに。それぐらいやっぱビッグタイトルなんだっていうのが僕自身がびっくりした。ウルトラマン変身してないですから、ね、僕はそこはまだ悔しい思いを。ウルトラマン変身したかった。まあどちらももちろんもう参加できるだけで嬉しくて、まあ、僕は本当に変身ポーズはありますかっていうのだけが唯一の出演条件というか、どうしてもポーズは取りたいっていうのがありまして、ものすごいいろんな人に変身しない方が白石さんのライダーっぽいなとか。結構言われましたよ。いやもうこれは変身しますと、西島さんがそういう条件だからってことは関係なしに、でも絶対変身しますっていうのを思い続けて、昭和ブラックをたくさん見て研究して、超えなくてもせめて同等な新たな変身を生み出せる自信がもう1ミリもなかったんですよ。こういう変身ポーズあったらいいのになとかっていうことを50年間考え続けてる人だったら生み出せたのかもしれないですけど、だったらもうそこは原作のかっこいい変身ポーズをお借りして、それはもうリスペクトしてそのままキレのある感じでやっていただきたいっていうだけですね。変身ポーズ見て感動することがあるんだっていうぐらい、特撮監督の田口さんと西島さんがこうやった瞬間、こう二人で目が合って、もうなんか二人でも泣きそうになってましたからね。倉田さんの変身ポーズ素晴らしいので、とにかく練習して踏襲しつつ、まあ、今回の南光太郎の感情のピークで変身するので、まあ、その演技と変身ポーズが同じレベルでつながるっていうことをやっぱり今回はやりたくて、変身ポーズの時は結構本当にそれまでの蓄積があった上でちゃんと撮影して、そこにピークに来てたので、はい、本当に気持ちが救えました。すごく象徴的なシーンなので、まあ、2人の気持ちが本当に一致してないとうまくいかないシーンなんで、思わず笑みがこぼれる感じだったんだと思います。昭和ブラックがシャドウムーンは変身しないんですよ、変身ポーズがないので。それはやっぱりシャドウムーンの変身ポーズを作りたいってことと、兄弟同然に育ってきた2人であれば同じタイミングで変身する瞬間っていうのは僕は見たいと思ったんですよね。それをどう作れるかっていうのは今回物語を作っていく上でもすごい重要視して作っていったというか、成人指定になったのはもう僕の不徳の致すところです。いや全然そういうつもりはなくて、本当に PG12 とか、まあ、言っても R15 の輪が何枠もしかしたらあるかなとか、 Amazon プライムビデオさんでのレーティングがちょっとまだ把握しきれてないところもあってっていう感じですね。西島さんとは本当子供が見ると分かんないかもしれないけど、背伸びしてみたらいつか分かる作品にっていうのが多分落としどころかなと思って、そういうつもりではあったんですけど、その気持ちは変わってはいないので、最初の打ち合わせでやっぱり子供たちに見せたいっていうのは打ち合わせで
お互いに確認してたことなので、すごく残酷な描写があるわけではないので、世界の200カ国ぐらいに同時に配信されるので、やっぱりその分厳しいという国によってというのもあるっていうのを後で聞きました。非常に残念ですし、もう何回も言ってますけど子供が見れるバージョンをぜひ作ってもらいたいと思います。個人的には再編集版を作って子供たちに見てもらいたいっていうふうには思います。僕ギャバンなんですよ、重刑事なんですよ。仮面ライダーはちょうどぽっかりない時期だったので、 Amazon とか再放送とか見てた記憶あるんですけど、一番はギャバンですね。上着僕アマゾンとかストロンガーの頃だと思うんですけど、でも V3 とかすごく好きだったんで、多分再放送で1号2号見てました。あとまあゴレンジャーも好きだったし、あでもウルトラマンもセブン見たり、あウルトラマンもそうです、はい、僕もそうです。怪人の造形を割と原点回帰と昭和な怪人に寄せていて、造形の面白さとか可愛さがクリーチャー感があって、 CGで全部作るというよりは、独自の進化を遂げた感じになってる。それは海外の方見てもおって思ってくれるんじゃないかなと思ってます。可愛いし悲しいしかっこいいしっていう、可愛さはあんまないかもしれないですこの怪人はそうです、まあ、マーベル作品とか、まあ、とか出てくるこう、まあ、悪役とは全く違う、やっぱり可愛い怪人たちが、まあ、雲怪人はちょっと怖いですけど、やっぱり可愛いですよね、あれ。なんだろう、感じって。ブラックさんとかの方が、かなり生物感が強くて、怖かったりするんですけど、上級じゃない怪人は、服着てたりとかするんで、えらい可愛い感じなので、まあ、海外の人は本当にこれは日本独特だろうなって思うでしょうね。怖さとか強さっていうものにどんどん向かっていく方じゃなくて、もうちょっとこうなんか悲哀だったり、可愛らしさだったり、なんか本当にこう人間と同じ何かこう場所に生きているものっていうなんか感じに描かれています。それは魅力だと。仮面ライダーを何かこう使って大人のためのものを作るっていうんじゃなくて、自分が子供の時見て何か分からないなりに感じてたいろんなそういうものをやっぱり同じように作って、その上で大人の人たちも見てやっぱり面白いっていうものをしたいと、私は持って、はい、作ってみました。大人向けのライダーを作ってほしいってオファーでスタートはしてるんですけど、かといって別に子供を切り捨てるつもりはないっていうことですね。背伸びして子供も見れるっていうのはそういう部分です。プライムビデオさんお願いしますそう、神田さんも子供見れねえじゃねえって言ってましたからね親子たちの写真ポーズ見せてって言われるかもしれないけど、それができないって言われました。なるほど、そういうことが、これシャドウムーンなんだよって言っても子供見てないから50周年企画ということで、その 50年前に何があったのっていうところはものすごい考えて、社会の状況もやっぱ昔と50年前と今とでは当然違うし、その違いって何なのっていうのは表現するこう幅になるんじゃないかっていうのはあって、だんだんそういう話になっていった。現実の世界に怪人がいて人間と共存していたとしたらっていう、先人たちがずっとその現実の問題を特撮の中に必ず落とし込んで描写してきたっていう歴史があって、子供たちも分からないなりに何か感じると信じてずっと作ってきたっていうことがあって、白石監督もそのバトンを受け取って現実にある問題を物語の中に架空の世界ですけど落とし込んでいるっていう、エンタメの中にそういう要素を入れてあげないと子どもたちが本当大人になった時にあれってこういうことなんだとか、何かプレゼントを残しておくのも大人のエンタメを作るものの役割みたいな、そうやって僕たちはやっぱり本当先人たちに受け取ってきてるので、そこで躊躇してたら表現っていうものがやっぱり細くなっていくんじゃないかなとは思います。仮面ライダーブラックさん、ぜひご覧ください。